最終章北斗の男。どうも山上です。たどり着きましたよ。最終章やっていきましょう。北斗の男、ドドン。凶王の手からユリアを救わないと。ナダイがユリアを殺そうとしている。急いでエデンに戻らなくては。すっかり日が昇ったわけね。エデンを目指せ。了解した。急いで戻ろうか。オッケー、戻ろう。時兄さんに会って報告したいな。天照百裂拳出せたよって報告したいけれど、それはまた今度にしとく。そうだね。ちょっと一目散にエデンには帰ってあげるのが男ってもんよね。ユリアが危ないんだもの。ユリアはずっと危ないんだけどね。はーい、行くか。荒野を移動するときは敵に絡まれにくいやつと聖女のベールをつけておく。そういうことです。はい、行くか。はいはいはい、ぴょーん。うわー、怖ー。ビッグサンダーマウンテンの10倍は怖かったね。いや、前回はナダイ戦かと思ったらタルーガ戦でさ。もうタルーガの息のね、そろそろ止めない。まあ、止めといた方がいい。爆発させちまった方がいいよ。あいつ二の手三の手あると思うからさ。これからも引っかき回し、最終章でも引っかき回してきたらどうしよう。もうそろそろ好きになっちゃうじゃんね。最終章ということはやり残しがないようにサイドミッションだってやりたいじゃないか。ひゃおう、ナダイが来たかどうかまずキサナに確認するか。そうだな。タルーガに時間稼ぎをさせていたということは、そうだよな、一目散にスフィアシティの門の前に向かったんじゃないか。キサナとナダイの過去を知った時な、いつかこの親子がまた手を取り合ってエデンの統治者になってくれることはないだろうかって思ったけど、なさそうだな。ナダイ様暴走し始めてる。でも日常だよな。あそこの門が開いていない。ナダイ様はスフィアシティにはまだ入っていないということだろうか。はいはい、順番抜かしごめんよ。キサナの知り合いなんでね。顔パスで入れちゃうんだな、これが。キサナ、お父さんは来たか。キサナ、ナダイは来ていないのか。父がですか。来てない。ナダイはミサイルの発射を止めるためにスフィアシティに入り、ユリアを殺すつもりらしい。剣王様だけではなく父までそのようなことを。キサナ、どうなんだ、ナダイは来ていないのか。はい、このカテドラルはスフィアシティの扉を監視するための施設でもあります。ここから監視しておりますが、父が来た様子はありません。それにもし父があの扉を開けるために来るのであれば、夜に来ることでしょう。なぜわかる。夜の方が守備隊の目が届かない場所が多く、ナイトクラブの喧騒に紛れて近づけるからです。そうか。ではこの町にナダイはいるんだな。おそらく。わかった、町でナダイの動きを探ってくる。お気をつけて。それからケンシロウさん、父は何があろうとスフィアシティに入るつもりでしょう。たとえケンシロウさんを倒してでも、そう考えているはずです。今できる全ての支度をしておいてください。おお、ああ、全ての支度を最終決戦前ってことですね。結局夜になったらスフィアシティに来るわけだから、根津の番で門の前にいたら確実に会えるよな。まあ、目撃情報がないか聞き込みをするか。了解。そうだな、できる準備を全部しておこう。ということはですね、目撃情報を聞きに行く前に、ナイトクラブでね、サイドミッションが発生しているんですよね。これ回収に行っちゃおうかな。そうだな、やり残しがないように一つずつこのびっくりマークを消していかねばならんのだよ。それが俺の使命だ。ナイトクラブ久々に戻っちゃおうかしら。はい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 。黒服ケンシロウ、あ、なんだ、酔っ払い1。お、あんちゃん、この街の有名人だな。エデンに来たばっかりだけどその顔知ってるぜ。
へえ、この男もか。今日はこの町の有名人によく会う日だな。俺以外の有名人だと？ジャグレか。おや、さっきはカテドラルってとこの横にある石像のモデルになったおっさんもいたしよ。ナダイ様。ナダイ様のことだな。あの人変装もせずに街うろついてんのか。キリュウカズマか。はん？あれ？よく考えると本人が死んじまったから石像を建てたんじゃないのか？そうなのか？だがあんなに似た男他にいないと思うぜ。他人の空似じゃねえのか。おい、その話ちょっと詳しく。その石像に似た男はどこで見たんだ？どこだったっけな。確か酔い覚まししてた時だよな。こんな昼間から酔っ払って。おお、そうだ、でっかい枯れ木がある場所だ。はあ、枯れ木。ずっと枯れ木を見上げてたんだよ。その横顔があの石像そっくりだったんだよ。そうか。さて、なんかすっきりしたから飲み直すか。お、いいね。お酒はほどほどにね。なるほど。枯れ木、こっちの公園にいた安らぎ街の枯れ木を見上げていたのか。ああ、俺はそんなやすやすと言ってやらないぜ。はい、サイドミッション祭り。ラストサイドミッション祭りになってしまうかな。行きたいと思いますけれども。発生してるのは店内だよな、店内。あー、昼間は入れないか。ひなちゃんに話しかけるって感じでもない。ナイトクラブのサイドミッションは夜にしか進められないっぽいかな。そうかな。じゃあ昼間にできることを進めようか。そうだな、やりたいことが残っていた。バギーレースだ。いけいけんちゃん。バギーレース、世紀末最速の男を目指して進めちゃいたいと思いますよ。カスタマイズがまだうまく進んでいないけれども勝てるだろうか。行ってやるか。行ってやんよ。オラ女、久しぶりだな。最終章にしてやっと手をつけようと思う。あら、ケンシロウさん、カンナ、勝負の準備はできたかしら。カスタマイズをしたい。ちょっと待って、カスタマイズしたい。わかったわ。抜かりないようにしてちょうだいね。しっかり待ってくれる。どうだ、つけれんのあんのか。スピード、コーナリング、スピードでいいか。オッケー、よし。さあ、これで準備は万端かしら。できた。行かしてくれ。準備ができた。わかったわ。それじゃあ勝負といきましょう。参りましょう。まあ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 、性能も上がっているし、落ち着いて走れば勝てるわ。カンナの鼻をケチョンケチョンに明かしてやりましょうよ。オッケー。この山道ね、くねくね山道か。いける。そんなブースター最初から使わない。使わずに順調に打っちゃ。この野郎、この野郎、よし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 。コインをなるべく拾いつつが一番いいと思うわ。あいつバカね、タイヤにぶつかってバカがいるわ。ほらほら、順調に、しっかりしっかり真剣に走ればいいの。これにはぶつからない。いける。でこれで加速する。コインは拾う。そしてあれも加速だ。加速はさせ、行って後ろからぶつかって。あの子本当に生意気、生意気な子猫ちゃんよ。本当に俺が行くんだから俺の前を走るな。あ、いいよいいよ、ね、いいね。ブーストつく。あー、やだやだやだ。アイテムで加速をすると耐久力はなかなか温存したままいける。いけてる。あ、全然もういけてる。カンナなんて余裕で勝てるんですけれども。おいしょよいしょ、いいよ、いいねいいねいいね。これも乗っちゃおうか、これも乗っちゃおうか、調子乗っちゃおうか。よし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 。あ、余裕で勝てるわ。もうコインなんていらん、コインなんていらん。下り坂はちょっとアクセルから手を離す。覚えた覚えた、もう覚えた。で坂道はアクセルベタ踏み。いいよいいよいいよ、いいね。うまいうまいうまい。コイン拾っちゃおうかな、全部拾っちゃおうかな。オッケー、こっちのコインも拾っちゃおうかな。うまいうまい、うまくなってるよ。順調よ。はい、ちょっと下り坂は怖いからブレーキは踏まずにアクセルから手を離す。うまいうまい。あ、もうぶっちぎりじゃんか。ほら、もう止まりそうな速さでも誰にも追いつかれない。素晴らしいよ、ケンちゃん。いけー、オッケー。余裕でした。全然弱いですかんな。ビビることはなかったな。全然ゾクゾクしない泥レースだったじゃないか。こんなもんかよ、こんなもんなのかよ、カンナ。まあバットのカスタマイズのおかげだぜ。よっしゃ、俺たちの勝ちだな、ケン。ああ、余裕すぎて笑っちまうな。そんなバカな、あんなバギーで、なぜ。すいません、カンナさん。見損なったわ、マラベ。さっさと帰って練習でもしてなさい。はい。は、
はい。弱っちい男だよ。あなたたちを少々侮りすぎていたみたいね。やはりマラベ程度のレーサーで勝つのは無謀だったみたい。やはりメカニックを生かすも殺すもレーサー次第ね。ますますあなたが欲しくなったわ、ケンシロウさん。俺はバット以外とは組まないぜ。今回は私の負け。引き下がりましょう。だけど次やるときはこうはいかないわ。マラベなんかとは比べ物にならない優秀なレーサーがいるの。その人を連れてまた勝負に挑みに来るわ。なるへそな。どん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 違う男とっかえひっかえで勝負を挑んでくると。なんて軽い女。軽い女だわ。せいぜいその時までに腕を磨いておくことね。じゃあまたね。まあ、所詮はこんな感じか、バギーレース。なんだいあの女。ちょっと美人だからって調子に乗り上がって。コラバット、子供がそんなこと言うんじゃありません。そういう暴言は大人の私が言うから。あのメス猫だが、メカニックとしての腕は確かなようだな。ああ悔しいけどそうだな。クソ、俺ももっとメカニックとして腕を上げてるぜ。あの女また来るって言ってたな。次の時までに俺も頑張るからよ。だから今後もよろしくな、ケン。ああカンナはどれぐらい勝負を挑んでくるんだろう。今日完結いけるかな。あとそのこれはお礼だ。取っといてくれ。いいんだよ。ありがとな。これは？あいつからスカウトされた時、俺のことかばってくれただろ？あれ嬉しかったぜ。そのお礼だよ。ちょっと照れくせえな。まあ次のレースまでにもっといいバギーにしてみせるよ。だから、これからも、俺のバギーに乗り続けてくれよな。お前本当はいくつだ？口の聞き方が子供とは思えん。ちょいちょいトレンディ俳優っぽいんだよな。もっと子供らしく甘えていいんだぞ。当然だ。へへへ、よっしゃ。次も絶対勝つぞ。おー、カンナからの挑戦状終わりました。はぁ？カンナはまた来るのか？お？バッットに話しかければ続きそうだな。来るか、カンナ。新しい男を連れて来るじゃない。ちょっと。相変わらずいい腕ね、ケンシロウさん。どこ見てんのよ、ハレンチ。ん？お。あんたはメカニックのカンナ。また勝負に来たのか。へーへへ、待ってたぜ。へえ、待ってもらえるなんて光栄ね。少しはメカニックの腕に自信がついたのかしら。相手は子供ですよ、奥さん。少々大人げない気が。へえ、まあな。それなら今回も楽しい勝負ができそうね。紹介するわ。私と組んでるレーサーの一人、ディエゴよ。よろしくお願いします。礼儀はある。このディエゴは頭が良くてね、バギーの性能から地形まで全てをきっちり分析して必ず勝てるような走行をするの。頭脳派タイプとは思えない赤眼。その冷静さと切れ者ぶりに巷ではクールディエゴなんて呼ばれているわ。クールディエゴ、ダセダセな。やめてくださいよ、カンナさん。私は当たり前のことをしているだけです。レースはバギーへの信頼だの、メカニックとの絆だの、そんなあやふやなものに頼っていては勝つことはできません。大切なのは分析。信じるものは人ではなくデータ。それが私のモットーですから。いるよな、必ずいるな、こういうデータが命タイプ。一番ムカつくよ。そうだったわね、ケンシロウさん、バツさん。私の計算したところによると、今のあなたたちには 1% の勝機もありません。なんだって？なあ。確率への挑戦。バカタレが、気合よ。レースなんて全部気合なんだから。あなたたちと我々にはそれぐらいの性能差と実力差がある。あなたたちはほぼ間違いなく苦渋を舐めることになるでしょう。いくらでもペロペロしてやるさ。私も無駄なレースはしたくない。やる前から負けを認めてもらえれば助かるんですが、白旗をあげてはくれませんかね。ムカつく、こいつムカつく。バギーで引いてやりたい。悪いがそれはできん。ほう、なぜ。お前の計算がどうだろうと、俺はそんな数字よりもバットやバギーを信じる。ケントゥンク。聞いていた通り熱い男のようですね。いいでしょう。それでは勝負といきましょう。あなたのような男が希望を打ち砕かれて落ち込む姿を見るのが私の最大の趣味なんですよ。ディエゴ、あなた結構悪趣味ね。歪んだ性癖。カンナさん、お褒めいただきありがとうございます。こいつは嫌なやつかと思ったら結構好きかもな。変態は嫌いじゃないよ。褒めてるわけじゃないんだけどね。まあいいわ、勝ってくれれば文句ないもの。
じゃあ勝負の準備ができたら私に声をかけてちょうだい。成長したっていうあなたたちの実力見せてもらうわよ。絶対勝とうな、アケン。ああ。いや、前回圧勝だったし、もうカスタマイズとかいじらなくても勝てそうじゃない？クールディエゴの悔しそうな顔を拝ませてもらおうか。次はどのコースだい？ワクワク。はい。俺たちの勝機が 1% もないなんて言われちゃうな。ハンドルを握る手に力がこもるぜ、クールディエゴ。くねくね山道か、行ってやろうじゃないか。まあ、前回本当に圧勝だったから今回もいけんじゃないかなって思って、みんなそうやってスタートダッシュ決めて、何よ、僕だけ話し合ってたの？言ってよ、一緒に最初ブースト使おうねみたいなこと言ってたなら俺も言っといてよ。ぴょー、ナイス、うまい、うまい、痛い痛い、全然ダメ、全然ダメじゃんか。大丈夫かケンちゃん。1位を走ってるのがクールディエゴ。結構な差をつけられていませんか。すでにちょっと3位に甘んじてるわけにはいかないような。どいてどいてどいて、その恋は俺のものだから。うまいよ、いいよ。で、あー、背中が見えないな。1位の背中がもう見えないなんてことあります？抜かせる気がしないんですけど、ブーストを使っといた方がいいか。どうだ、使っとくか。うわー前見て使おうぜ、ブーストは。嘘だろ。あー、これはちょっと舐めていたかもな。範囲は舐め、お前のことを舐めていたよ。ブーストを使っていくといいと思う。あー、これはちょっと差が開きすぎたか。ちょいちょいとブーストを使い続ければ。ラストスパートにかけてんのよ、こっちは。あ、余裕ぶっこいてんじゃないぞ。俺はラストに強いと言われています。いや、これ直線かな。いけ、いけけんちゃん、もう何者にもぶつかっていけ。うわー、これ勝てねえ。ちくしょう、いけるか。もうあいつゴールしてんのかい、クソが。ちょ、もう一回やらして。いや、カスタマイズだな、カスタマイズが足りんよ。もう見切った、お前のデータは見切ったから。最初から差をつけられすぎたな。舐めてたよ、クールディエゴ。クソ、なんて速さだ、悪いバット。だから言ったでしょ、あなたたちの勝つ確率は 1% だと。いや、そんなことはねえ、次やれば俺たちが勝つ。ケンちゃんの代わりにバットが怒ってくれてる。ふっ、いいでしょ、何度でも受けてあげますよ。あなたたちの無様な姿を何度も見れるなんて最高です。ムカつく、クソクソ、笑ってんじゃねえぞこの野郎。ごめんなバット、次こそは勝とうな、アケン。いや、そろそろ本当にカスタマイズ頑張らないと勝てなくなってきた。いや、いけんじゃない？ちょっといけそうじゃない？だってタイム差1秒とかだったもんね。リベンジさせてくれや、姉ちゃん。オッケーオッケー。みんなスタートダッシュ決めてたから、僕も最初からブーストを使った方がいい。同調圧力に屈する。みんながやってることは僕もやってみようっていう、それが日本人。いいよいいよ。ねえ、来いや、来いよ、グールディエゴ。お前に先は走らせんから。うわ、早いな、みんな。そんないきなりブースト使っちゃって大丈夫なの？いって、壁がいて、ここ登ればいいんだよね。はい、ピョーンってピョーンってナイス。いっていって、よしよしよし、大丈夫か。耐久が残っていれば俺は勝てると思うんだ。はい、うまく曲がる、うまく曲がる、いいよ。曲がって曲がって、まあ、そんなに差はさっきよりはつけられてないんじゃないかと思っているけれども、どうだろうかケンちゃん、どんな感じだろうか。あ、やっぱ背中が見えないと不安ね。1位はどこを走ってるわけ？早くね、あの野郎。あ、いた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 、見える、1位が見えるぞ。おいおいおい、背中を追いかけてやろう。どんな時でもな、追いかけてる方が強いのよ。あー、これ拾いたい。いいよいいよ、ブースト使っとこう。いい、さっきよりいい勝負して。いって、お前がぶつけたろ今の。タル、よしよしよし、いるいる、え、いるわいるわ、見えてる見えてる見えてる、うまいわうまいわ。ちょっとラストにかけましょう。おいおいおい、いった、ここ曲がるんかい、曲がるんかい、よいしょよいしょ。あー、ラストよ、ラストの直線じゃない、ここ。これ拾ったらもう勝ち、もう勝ち、全部ぶつかっていけ、ケンちゃん。今1位だ。あー、爆発、クソが、クソが、あとちょっとだろ、ここ直線勝てば勝ち、勝てば勝ち、いけ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 、クソが、よっしゃ、勝った。何が起こった？まあ、勝ちは勝ちだから。いや、ゴールどうなってた？ちょっとスローモーションで見てみたいな。でも勝ちは勝ちだからな。あぶねえ、ふう。最後ゴールテープ切ってたかな、私。あの、
ゲートの上飛び越えてなかったが、まあいいか、勝ちは勝ちだもんな、バット。やったぜ、俺たちの勝ちだな、アケン。美しい勝利だったよ。ああ。バカな、お前らが勝つ確率は 1% だったはず。私の計算が間違っていたとでも言うのか。へえ、そういうこった。あんたが侮った信頼と絆の勝利だ。なっけん。そうだな。相槌担当。絆の勝利？そんなものはありえない。そうだ、きっとカンナさんの調整が悪かったに違いない。なんですって？私の走行は完璧だった。ならメカニックが悪いに違いない。私が負けるはずないのですから、仲間割れだ。見苦しいな。お前はただのド変態野郎だ。そう、見損なったわ、ディエゴ。さっさと私の前から消えてちょうだい。首だ。もっといい数字を出せるメカニックを探すことにします。それでは、ごきげんよう。ムカつく男ね、カンナ。男見る目ないわ。はあ。No.あんたも結構大変だな。恥ずかしいところを見せたわね。今回は私たちの乾杯よ。確かにあなたたちは早かったわ。成長したわね。私もディエゴほどじゃないけど、絆だの信頼だので早くなるとは思っていなかったの。でもさっきのあなたたちを見て学んだわ。メカニックとレーサーの間の信頼や絆の大切さ。私とディエゴの間にはそんなものはなかった。そりゃ負けて当然よね。んならもう剣のことは諦めるのか。むしろますますケンシロウさんと組みたくなったわ。レースの腕だけじゃなく人間的にも魅力を感じたもの。もうほの字ね、あんたすっかり。でもさすがに今はあなたたちの間に私が入る隙間はなさそうね。だから私はあなたたちに負けないような強い信頼と絆でつながれるようなレーサーを探すわ。しっかり引き際はわきまえてる。いい女だかんな。そして次こそは必ずあなたたちを倒す。負けたまま終われるような性格じゃないのよ。私嫌いじゃないぜ。覚悟してなさいね、ケンシロウさん。ああ、受けてたと。ふう、それじゃギリギリだったな、クールディエゴな。あいつ意外といいやつなのかもしれないな。そうだな。そうだな、しかさっきから言ってなくない、ケンちゃん。しかし変な相手だったけど強敵だったな。正直バギーの性能では負けてたと思う。確かに。でも剣のおかげで勝てたぜ。ありがとうな。これはお礼みたいなもんだ。取っといてくれよ。ありがとう。次はもっと強い相手が来るかもしれねえ。バギーをもっとカスタマイズしないときついかもな。俺も頑張るからさ。これからもよろしくな。次も絶対勝とうぜ。あ、そうだな。本当にカスタマイズ頑張んないと無理そうだな。いや、バットが悪いんじゃない。俺が素材を集めてこないから悪いのさ。あー、次のバギーレース、カンナの挑発は発生しないのか。そうだな、ちょっと素材集め行こうかな。本気出すわ。俺本気出すわよ。早速荒野に出るか。いや、ぶっちぎりで勝ちたいの。余裕を持ってね。余裕を持ってゴールテープを切りたいわけさ。わけさ。井筒監督みたいになっちゃった。し、あと足りないのはね、金塊とかそういうレアアイテムだったから遠くまで旅に出ねばならんのか。そういえば荒野にもサイドミッションがまた発生していたんだよな。こんな遠くにポツンと一軒家ですよ。こんな遠くまで今行けるかな。このサイドミッション回収しつつ素材集め頑張ろうと思います。サブストが発生すると聞いていますが、あ、これも永遠に拾っちゃうな。ずっとこういう地道作業好きですね。光っている柱の元にただただくるくる回りながら素材を集める。嫌いじゃないんですけどね、作業はね。本当に運転上手くなったわ私。自分で言うのもなんですけど、最初バギーに乗った頃とは比べ物にならないこのハンドルさばき、ご覧ください。自己肯定感の塊なんでね。常に自分が大好きで仕方がありませんよ。はい、ドン。ここら辺か。サブストはどこで発生するんだ。あっちか。もっと違うエリアに行ける。あー、鉄橋、橋があるな。あそこに向かえばいいっぽいか。でもこれ拾っちゃおう。はいはい。いいね。やっぱレアなものはエデンから遠く離れたところに落ちていると学んだよ。人が住んでる気配がしないか、ケンちゃん。あ、頼もう。
我サイドミッションの鬼なり。ここセーブポイントもあるし助かるな。突っ込めケンちゃん。突っ込めんのか。突っ込めた。うん、うう、野党どもめ、困っている声がする。ああ、駅だったわけか、なるほどね。線路があって、ふう、ほう、ここにもいろんなお店があんのかな。ああ、集落として活動してる。すごいわ。結構物資が豊かね。なるほど、なるほど。エデンの外にも暮らしがあるということか。誰だ？サイドミッション起こしそうな、ジジイがいるのか？あのおじいさんか。うう、野党どもめ、お困りのようですな。ああ、村長か。うう、野党どもめ、このままではわしらの希望が。何があったんだ？アイアム救世主だ。野党どもに橋を修理するための物資を奪われてしまったんじゃ。ほう、修理。橋を修理するための物資？うわ、綺麗なオウム返し、素敵。ああ、あそこを見てくれ。うん、橋があるなって言ってたんですよ。おお、ああ、真っ二つだ。ちょうど真ん中が崩れて壊れた橋が見えるじゃろ。ああ、あれはとても立派な由緒あるものでな、わしら集落の住民にとってはかけがえのない橋だったんじゃ。じゃが先の戦争で壊れてしまっての、橋の向こう側に行く手段も他にないし、なんとか修復しようと村のみんなでコツコツ物資を集めておったんじゃ。そしてようやく物資が揃って皆で喜んでいるところに、奴ら野党は橋を支える要の資材を奪っていきよった。許せませんな。あの橋はわしらにとってただの橋ではない。あの橋はわしらにとって希望の象徴なんじゃ。村の者も皆落胆している。また希望のない生活に逆戻りじゃ。そいつらはどこに行った？え、野党どもなら東の山脈の方に逃げていったと思うが。そうか。見ず知らずの方よ。もしかして資材を取り返してくれるのか。任せておけ。ああ、明日に架ける橋いいね。俺が栄光の架け橋となろう。ありがとうございます。よろしくお願いします。任せておけよ。おー、希望を砕くなんて、ちょうどね、資材が集まってワイワイって言ってるところに来るなんて姑息だよ。許せないよ。救世主だからな。お安い御用だ。東の山脈近いのか？どこだ？遠いところにおるな。まったくよ。もっと近くで暴れろってんだよな。うん、橋か。あの橋が完成したら僕も行けるエリアが広がると思うから一石二鳥だ。割と寄り道してる方だけどさ、最終章でもこんなにやることが残ってるのすごくない？もう龍が如くとか北斗が如くすごくないか。やり込み要素が多くて助かる。うわ、ここ通れる。うまいうまい。こんな細いところでも通れるね。バギーレースの他にもやるべきことをたくさん残ってるしな。寄り道が足りなかったのかしら。まったく、ま、プンプン、もうちょっとだ。ここら辺にいるか。おうおうおう、あの黒い影はトラックじゃないか。返せ、橋の素材を返せ。セーブポイントの近く。ここか。どこだ。あっちか。あっちだ、てめえら。野党さんよ、救世主のおなりだぜ。図が高い。ヒャハハ、あいつらいいもん持ってんじゃねえか。コツコツ村のみんなで物資を集めてそれを奪われて、けなげな奴らだね。まあ、バカだけどな、ガハハハ。許せん、許せんよ。こんにちは。おい。色とりどりのモヒカン、ああ？だんだてでで。その物資は村のじいさんたちが必死に集めたものだ。返してもらおう。集落のジジイに頼まれたのか？めんどくせえ。正義の味方のつもりですか？バカが、死ねえ。死ぬのはお前らなんだよい。まあ、橋はどうやって作るんだろうな。鉄の柱とかが必要だったのかな？わからないけれども、わからないけれどもよ、この野郎。親玉を先に買っちゃえば戦意喪失。そうでありましょう。おれい、おれい、おれい。弱い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 。 QT 間違えたことは多めに見てケンちゃん。あと一人か。怖いか。怖かろうな。ほら、ボーガン撃ってこいよ。撃ってみろよ。てめえこら、終わり。はい、終わり。素晴らしいよ。いいね。はい、僕と決死そう。
うん。これで物資は取り戻した。集落へ返しに行こう。そうだな。やあ、じいさん。戻ってきたぜ。物資を取り返してきた。これを使って橋を直すといい。どうぞ。おお、ありがとうございます。これで橋が架けられます。よし、村のみんな、すぐに橋を架けるぞ。人力で、すごいな。技術職。おお。バギーが通っても大丈夫な橋かな。耐久性が心配ですけれども、素晴らしい。なんということでしょう。つなぎ目がわからないぐらい綺麗に仕上がってる。おかげさまで橋を直すことができました。あなたのおかげで橋も希望も取り戻すことができた。本当にありがとう。これからの旅の無事祈っておりますぞ。ありがとう。明日にかける橋、いいね。俺もこの橋通っちゃっていいんだろ。うん。サイドミッション着々と回収していますが、おまだある、まだあるっぽくないか、サイドミッションが。この集落でな。あ、子供たちは関係ない。関係ないなら、このおじいさんか。俺のバギー、見てる。え？助手席なら乗せてあげますよ。やっちゃうか。小汚いじいさん。ふむ、いいバギーじゃな。なんだ、この野郎。わかりますか？お目が高い。このパープルには随分とこだわりがありましてね。じいさん、バギーが気になるのか？ん？おー、すまんすまん。いいんですよ。思う存分眺めてください。なかなか手入れの行き届いたいいバギーじゃったのでな、ついつい見入ってしまっての。ちなみにこのバギー、誰が手を入れてるんじゃ？ベテランのメカニックかの、いや、ガキンチョです。いや、俺の仲間のバットという少年だ。ほうほう、若いのにこれだけの仕事ができるのか。かなり経験がないと普通ここまではできんぞ。バットに聞かせてやりたいな。褒められてる。高知の集落にいるメカニックから教本をもらってだいぶ腕が上がったようだ。高知の、あー、教本。前回は上巻をもらったんだよな。このじいさん、下巻をくれるんじゃないか。高知の集落のメカニック、おー、あの若造か。じいさん知ってるのか。ああ、やつはわしの弟子じゃ。うん、小さい頃から10年ほどわしの下で学んでいたんじゃ。その教本もわしがやったものじゃ。あいつ酒と交換だとか言ってきましたよ。いいんですかそれで。腕は悪くなかったんじゃが、遊び好きでの結局挫折して途中で離れていってしまったんじゃが、そんな感じしたな。そうなのか。ならばじいさんもメカニックなんだな。もう引退したがな。昔は伝説のメカニックなんて呼ばれてたもんじゃよ。自分で言っちゃうあたり恥ずかしくないんですか。伝説のメカニック、いいね。うわー、来ました、サイドミッション。伝説のメカニック、うん、いいよいいよ。バギーレースはかどっちゃうよ。もうバギーはいじらんと決めたんじゃが、愛情がこもったバギーを見るとメカニック魂が騒ぐの。メカニックソウル、おせっかいかもしれんが、このバギーもっと早くしたいと思わんか。思います。できるのか。ああ、このバギーはよく手入れされているじゃが、致命的な弱点がある。それがエンジンじゃ。エンジン、バギーの心臓だよな。どうすればいいんだじいさん。うん、橋を渡ってまっすぐ南に進めば大きなビルがあるんじゃ。そこにハイエンドバランスエンジンというエンジンが眠っている。このバギーをさらに速くしたいならそのパーツを見つけて持ってきておくれ。ハイエンドバランスエンジンだな。わかった。ああ、なるほど、エンジン見つけてくりゃいいのか。わかったよ。すぐ行く、すぐ行くよ。ハイエンドローエンジンみたいなやつね。ケンちゃんが覚えてるからいっか。よし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 。そうだよな。俺がどれだけ運転技術が上がっても、やっぱりバットに頑張ってもらわないと。高見へはいけないんだな。オッケー。橋。早速作った橋を渡ればいい。うわー、橋作ってもらってよかった。行こう。おー、橋からの眺め、ご覧ください。うわー、高いね。うわ、これ落ちたらやばいね。しっかり丈夫にできているんだろうか。信頼するよ、集落の皆さん。はい。エンジンを探しに行きますか。ずいぶん遠くまで来れるようになったもんだな。うわー、敵がいっぱいいる。まあ荒野もどこも同じ景色、絵変わりがないなって思ったけど、やっぱちょっと違いがあるんだな。なんて最終章にして考えにふけっていますけれども、うわー、聞いたこともない見たこともない素材がいっぱい拾えている。嬉しい。テンション上がりますね。あ、あれだ、
白く光っているあれはエンジンなんじゃないか。拾おうぜケンちゃん。ハイエンドバランスエンジン素晴らしい。あー来てる来てる来てる。逃げろ逃げろ、敵が追ってきてる。見つかった、エンジンパクったの見つかっちゃったよ。逃げれるか、逃げ切れんのかよ。素材を拾いたいところだけど今は命からがら。サイドミッションを回収したいと思っています。しつけーな。あ、もう来てない。あ、来てるわ。まだしつこい奴らだよ。いふう、命からがらエンジン取ってきたぜじいさん。いや、そうよね、エンジンが要よね。それを強化すれば痛い痛い、ここ入りたい。強化すればこれからの艦内の挑戦もだいぶ楽になるであろうな。じいさんじいさん、エンジンじいさん、ハイエンドバランスエンジンは見つかったか。何を渡そうか。あ、他のも渡せる。いやいやいや、これでしょ、苦労して取ってきたんだ。はい、おお、どうやらパーツを見つけたようじゃな。それがあればこのバギーはもっと速くなるぞ。だがこれはジャンクパーツだ。じいさんが直してくれるのか。いやわしは引退した身じゃ。それにそのバギーはお前さんの仲間の作品、わしがいじるべきではない。うーん、心得てるんだな。メカニックとしての礼儀か。素晴らしい。ただお前さんのメカニックでは今のままだとこれは直せないじゃろう。じゃあどうするんだ。これをやる。うわーい、教本下巻きた。カスタマイズの秘訣、下巻を手に入れた。これはわしが書いたあなたの著書、メカニック用の教本じゃ。わしのノウハウがここに刻まれておる。わしは年じゃもう長くはない。じゃから死ぬ前に誰かにこの技術を託したいと思ってな。引退してからコツコツ書き溜めてようやく完成したんじゃ。これをお前さんに託そう。そんな貴重なものをいいのか。ああ、お前さんやお前さんのメカニックが信頼に足る人間かどうかはそのバギーを見ればわかる。乗り手とメカニックの強い信頼関係、そしてバギーへの深い愛情がないとああいうバギーはできん。わしも腐っても伝説のメカニックと呼ばれた男じゃ。バギーを見る目には自信がある。お前さんたちにわしの技術を託す。大切に使ってくれ。わかった、ありがとう。橋の向こうにはもっといいパーツがたくさんあるから集めるといい。その教本があればあらかた直すことができるはずじゃ。ほう、そうか。そのバギーもメカニックもまだまだ成長できるはずじゃ。頑張って最高のバギーを作っておくれ。わしのためにも頼んだぞ。長生きしてくれよおじいさん。伝説のじいさん、お前さんに会えてよかった。託したぞ若者よ。ああ、こうやって後世に残すわけか、自分の技術を。ありがとう。いや、来てよかったな。荒野のサイドミッション回収でしょ。いいでしょ。よし、今日はここで終わりにしましょうか。メカニックバットにこの教本をしっかり読み込ませて、バギーレース物語も完結といけるんじゃないでしょうか。カスタマイズと素材集め頑張っておきます。はい、ご視聴ありがとうございました。